プロ野球選手会、制度自体が問題、ソフトバンク人的保障騒動で撤廃訴え、プロ野球西武からフリーエージェント FA を行使してソフトバンクに移籍した山川穂高内野手32の人的保障をめぐり波紋が広がっている。西武は人的保障として甲斐野洋投手27の獲得を発表しているが、発表前には28選手のプロテクト凍結から外れたとみられる和田剛投手42を指名するとの一部報道があったことから混乱を招いた。今回の騒動をめぐり、日本プロ野球選手会の森忠人事務局長と選手会顧問弁護士の松本大輔氏が産経新聞の取材に応じ、人的保障についていろんな選手に話を聞きたいし本人にも話を聞ければなどとして、2月の春季キャンプ期間中にヒアリングを実施する意向を明らかにした。選手会では今回の問題をめぐる以前から人的保障や金銭保障の撤廃を求めるとともに、 FA 権取得までの期間を6年に短縮、現行は大学社会人7年高校出身者は8年することなどを球団側に要請している。森事務局長は、現在の FA 制度は選手にとって使いにくい、多くの選手が FA を行使できる形にして各球団もそこから補強すればいいとして、今後も FA 制度の改革を球団側に求めていく。ついでに自動 FA にしようぜ。正論、 FA は選手の権利です。ドラフト指名権にしろよ、なぜやらないの？それがベターかもな。完全ウェーバーじゃないから。最初はそのはずだったんだけど、巨人が反対したからこうなった。そもそも自動 FA でもないから急用がない。球団数が MLB の半分以下、一巡の価値も12と30じゃ全然違う。総指名数も MLB の1、8以下。それ言ったらトレードやドラフトも問題では？保証があるのはしょうがないだろ、 MLB だって保証はある。それを現役選手でやると誰もえしないから、制度がおかしいのは間違いない。ドラに指名権をよこせよ。もうそれでいいよ。ソフトバンクの2指名権を西武の3指名にすればいい。ソフトバンクは西武の3指名のところで選手指名すればいいし。裏金が作れないような略指名制度ってできないの？無理やろ。振り込むにしても遠い親戚とかと結託されたら探れない。そもそも2億の選手が取れてしまうのはさすがに草。自動 FA はやや。なんかこれが問題になってくと、FA で選手取るなとか里崎言ってるけど、それ選手に FA するなと言ってるようなもの。マネーゲームが加速してファン減るだけちゃうんか。当たり前、選手の権利なのに無関係のやつが巻き込まれる人的保障はありえん。今の選手あって自分たちのことしか考えてない悪いイメージしかないわ。まあそういう団体だし。なお MLB はそのせいで人気低下したもよう。日米共通でメシ方向自己犠牲の精神を求められているんだよ。労働組合みたいなもんやろ、当選では。まあ関係ないやつが割り食うのはかわいそうだよな。普通にドラフト券とかのがファンも嬉しいだろ。日本はドラフト人気がすごいからな。人的保障撤廃しても FA 前にトレードするだけだと思うんですが、それはわら。廃止でいいよ、バカみたいだろこれ。 FA 取得5年で強制宣言、高ランクはドラフト指名権と引き換え、これだけで解決するのに。 FA 制度使いにくいのが問題なら自動 FA にしようや。ドラフト指名権の譲渡かドラフト指名順番の交換でもいいね。出て行かれる側の球団からしたらメリットなんもない。選手の権利や支球団にメリットなくて当たり前。互いの落としどころつけずに権利ばかり支払って小学生ちゃうんやで。わら。ドラフト指名権なんてもらっても球団に得なんてないから、人的保障は変わらないぞ。いやいや、めちゃ得だろ。完全ウェーバー渡すドラフト指名権、これでええやろ。サルマネでええよな。逆指名も結局なくなったし、日本独自のシステムってほんまクソやからな。結局 C ランクのやつらが一番人気になってるからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。